1959年の南海ホークスでは、1959年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の14年目のシーズンであり、4年ぶり7度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。過去3年間優勝から遠ざかる鶴岡監督は、チームにユニフォームの変更を打診。それまでのシンプルユニフォームに変えて、 この年登場の新ユニフォームは、肩から袖にかけて太いラインが入るものになり、さらに帽子の NH マークとビジター用の南海ロゴもこの年から一新された。チームは5月以降に私鉄や大米など多球団を突き放し、7月初め時点まで大米に7ゲーム差を、月一度は優勝日を読みと言われた。しかし、東打共に息切れした8月になると、大米が主要奪還。 一進一退の攻防が続いたが、大前の主力選手にアクシデントが続いた8月後半以降は主を脱回し、杉浦忠や野村克也といった若いバッテリーの活躍もあり、優勝を達成。投手陣は、杉浦の38勝を筆頭に、原井川正俊を含め4人が2桁勝利を挙げる、活躍で、チーム防御率は2.44と、リーグ1位。打撃陣は、 大米の114本塁打と24本差の90本にとどまったが打率はリーグ唯一の2割6部台をマーク。この年の日本シリーズは巨人と4年ぶりの対戦となり巨人相手に4連勝を飾り5回目の日本シリーズ挑戦で初の日本一を果たし鶴岡監督の悲願である打倒巨人がようやく実現した。優勝後日本で初めてのビールかけが 南海ナインの手によって行われた。前述の新ユニフォームで初の日本一に輝いたこともあり、このデザインは1968年まで10年間使用され、強い南海の象徴となった。ありがとうございます。